はい、どうもカオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手は何これステージンシェリー少女くたばれさんですね。センス早いな。シェリー少女くたばれさんのパーティーはコグバ城バドレックスザシアン、なんだっけこれジガルで日食のネクロズマ鳳凰海王が、海王がオーロンゲーなんだろう、マーシャドウでいいかな。ボルケニオンも出してえな。ボルケニオンにするわ。じゃあこれでいきます。はい、さあ、シェリー少女くたばれさん対戦よろしくお願いします。いやー今日はね、中華食堂新進に行ってからのポケモンバトルです。筋トレもやってきました。はい、さあザシアンから来る、これなんだろうね。初手デンジャーでしびれさせちゃえばもう機能停止なんで、ここでジガルデとか出してくるかな、もしかして。リフレクターも張りてえけどな。ここはもう電磁波でいいや。電磁波 OK。 これで足を封じる。 OKOKOK。 体しびれて動けない。じゃあね、リフレクターでいいや。リフレクター、光の壁まで張れたら最高。剣の舞、あーなるほど。じゃあ、光の壁まで張るか。はい、巨獣山。じゃあマーシャドウでぶち殺しますか。交換したら交換したで、後ろに大ダメージ与えられるんで全然いいですね。じゃあシャドウスチールで居座ってこないと思います。後ろに引くか。さあ後ろに引いたら引いたら大ダメージだと思うんで、まあ引くだろうな。これパクられたら最悪だもんな。はい、バドレックス OK。じゃあバドレックスぶち殺すわ。ジンバ一体。はい、こいつどうせ気合の助けでしょ。オッケー、あ違かった。もうザシアンは機能停止ですね。ってことは3体目が見れる。ってことはバドレックスは多分こだわりスカーフだったんでしょうね。うん、鳳凰、これだるま切っていいんじゃねえかな。もうだるま切るわ。はい、さあ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 、大ロックでめちゃくちゃダメージ与えられると思うんだよ。はい、もうザシアンはほぼほぼ大丈夫ですね。はい、相手も大魔4倍弱点の大ロックがどれだけ入るか。相手はまあ大ジェットだと思うけど、さあ大ロック
半分減ったか。よし、この鳳凰がどういう方なのかっていうのが問題ですよね。大バーンなんだ。ああ、じゃあいいわ。ここ大ジェットじゃない。急所はめちゃくちゃ痛い。急所は痛いんだけど、じゃあここは、そうだな、大ロック、まあ大ロックでいいや。座車に交換されてもいい。引っ込める。ここ大フォロー打てないのはちょっと弱いかな。はい、大ロック、これ全然入らない。そうですね、じゃあね、大フォローやっても意味ないんで、ここはボルケニオンに交換すっかな。ボルケニオンって、ボルケニオンでも別に勝てるっちゃ勝てるんだけどね。いやーどうしよう、マーシャドウで居座る。マーシャドウ取っておくか、ボルケニオンにするか。座車は麻痺してるから、居住山これ半減なんでそんなに入らないかな。いい硬さですね、ボルケニオン。防御は高いからね。じゃあここ普通に後ろにも通るスチームバーストを打ちますわ。交換できないと思うんで、インファイト。ああ、耐久を下げてくれるのはありがたい。スチームバーストで、これ飛ばせねえかな。あ、飛ばせた、 OK。 インファイトでやっぱ急所はこれ関係ないと思いますね。こっち C 突破してるんで、普通にスチームバーストでいいかな。この今の鳳凰って自信持ってんのかな。スチームバーストでタイプ不一致の自信だったら耐えてほしいけどな。どうだ。あー、さすがに死んだか。シャドウスチールが 1.5 倍、タイプ1 1.5 倍で、135、岩石封じが120。シャドウスチールの方が入るやんけ。あ、違う、4倍だから岩石封じの方が、6死20死240だもんな。ここはもう岩風でいきます。岩石封じじゃ死なねえかな。 OK、 さすが。はい、シェリー少女くたばるさん、対戦ありがとうございました。これはいい試合でしたね。はい、はい、それではね、シェリー少女くたばるさんに勝ったということで、こちら勝利のドリンクトップバリューグリーンアイオーガニックトマトジュース食塩不使用を飲みたいと思います。いただきます。あー、うまいわ。明日はまた15時間勤務ですわ。うん、ほんと朝4時半に起きなきゃいけないんでね、ほんとシェリー少女くたばれって感じですね。また、カオスマイスター計画の動画、ご視聴よろしくお願いします。いいね、グッドボタンよろしくお願いします。シェリー少女くたばれ、レジリエンス大会
04